どうもバンです。おはようございます。今日もね、水鳥がね、昨日ほどではないにしろね、たくさんね、琵琶湖に浮かんでおります。そして、浜の方には一匹だけね、あれはなんていう鳥だろうな、真っ黒系のね、鳥が、今上陸して生きているというところですね。それでは行ってきますけれども、おっと、ちょっと雪かみぞれですね。どっちことないですね。では行きます。そうしましたら、で、キックトゥーゴー。ほう、今日の琵琶湖は冬景色とはいきませんけれども、何やらこうつうか普通に雨ですね。では行きます。あー、でもちょっとみぞれですね。うわ、結構昨日ね、防寒着についてのね、話をさせていただきました。でね、暑いかもって言ったんですけど、もうこれ今日はもうちょうどぐらいですね。いやいやいや、やっぱりこの季節ね、もう本当に寒い日っていうのがねありますよね。今日はね、結構寒い。何しろみぞれですからね、この体感温度っていうのがねありますからね。なんか実際の気温よりもこのなんていうんですかね、このね、今このみぞれがね、まあ、顔に吹きつけてるわけですね。で、毎度ながらこの撮影のセット、防水ジンバルに防水カメラ、もう全くもってへっちゃらな天気の悪い日でも問題なく使えているわけですけども、おっと、珍しく国道が青信号だ。こちらの方から直進でね、進める、そういう、おっとっと、キックボードのデッキが滑った。雨の日はね、デッキ滑りに注意ですよね。この辺りちょっと路面の状態がね良くないんで、穴の位置とかもね把握できてるんですよ。ここ穴があるんですよ、道路にね、道路に陥没してる場所がある。これね、キックボードのね天敵ですよね、道路の陥没箇所。あと、それからキックボードの天敵といえば網蓋ですね。この道路には網蓋はありませんけれども、ほとんどの公道にね、網蓋というね、代物が待ち構えております。これですよ、これ。これが網蓋です。この網蓋はまだね、今通った網蓋はまだ、救いようのある網蓋で、メッシュのね、間隔が短い、そういうキックボードにとってまだ優しいね、網蓋なんですね。でね、キックボードにとって、非常に厳しい種類の網蓋というのがありまして、この網蓋はまだ目が横向けなんでまだ大したことないんですけれども、どの網蓋がね問題あるのかっていうのをね、これです、今そこにあるやつ、あれが問題の網蓋です。大概あれなんですよ。でね、キックボードのタイヤっていうのは横幅がだいたい 2.5 センチぐらいなんですね。すいません、こういう網蓋は大丈夫です。目がね、横向けになってるんで、具体的にどういう網蓋かっていうのをね、この網蓋が、このピッチの間隔、網蓋の目の間隔がですね、これ3センチなんですよ、大体。で、キックボードのタイヤの幅よりも広いんですね。で、自転車はこの網蓋で問題ないんですけれども、キックボードの場合、この網蓋はね、非常に問題あるんです。この手の網蓋。で、はまったら、もう、一巻の終わりです。ズデンボーン。バターン9ですね。ズデンボーンって何やねんと。あ、結構降って、ちょっと路面の状態がね、あんま良くない状態でしたね、今日はね。長靴で来たらよかったな。でね、こういう日のね、キックの状況下においきましてはですね、泥の跳ね上がりがね、結構問題になるんですね。でね、意識しながら、これね、後輪の泥をね、結構落としながら走ってます、今、実際。ちょっとお見せいたしましょうか。駅も近くなってきたことなんで。こうです。ちょっと見えるかな？こういう感じで、今ちょっと見えたと思いますけれども、たまにね、ああやって、ちょくちょくですね、後輪の車輪のね、この巻き上げをね、阻止せんがために泥をね落としながら走ってます。でないとズボンがね、汚れちゃうんですよ。でね、
長靴履いてたらね問題ないんですけれども、まあそういうねキックボードのね特有の問題がありますね。自転車でもね泥除けがついてない車種で走ると、まあ、そういう問題が発生いたしますけれどもね。とまあそんな具合でデイリーキックトゥーゴー朝の部前半、一旦終了となります。はい、どうもです。そうしましたら朝の部、後半となります。結構降ってきてるんかな、この音の感じ。なんか車がね、通り過ぎる路面の音がもう完全に雨の音ですよね。しまったな、今日はやっぱりのんびりと朝をくつろいでいた影響もあってですね、長靴でくりゃよかった。これ雨見えますよね、これね。でね、もうちょっとね天気の話はねさておきですね、いや昨日ね、昨日のデイリーキックトゥーゴー、これね水平傾いてましたよ。もうね体の中心軸にカメラを持ってくるというのはね、まあほぼできたんですけれども、それよりも水平が傾いていてはダメと言ってる動画の中で水平が傾いていたというね、まあそういう状況でしたね。で今日はですねいかがでしょうかね、これね確認がですねフッテージを見るまでわからないんですよ。あのねどういうことかっていうと、もう一度説明出しますとね、このねジンバルにカメラを取り付ける、ところがですね水平がねなかなか出しづらいと、まあ、いう側面があるわけですね。このジンバルにカメラをビタッとこう取り付けるわけなんですけれども、そこがね、まあ、あの衝撃緩衝材というかスポンジのようなね素材でできてまして、で、まあ、大体こんなもんかなっていうようなね目分量でセッティングするんですよ。でしかもそれは撮影を開始してフッテージを見るまではねなかなかね確認が難しいという代物なんですね。で今日はいかがでしょうかというようなね、でこれあのフッテージを確認するまでできないということはですね、もう一回これジンバルを取り外してで、カメラで確認してもですね、カメラのモニターでもし仮に確認できたとしてもですね、あと Wi-Fi で、スマホでね水平出てるかなって確認しよう、もしか非常にそれも難しいですよ、難しいですけど、もしできたとしてももう一回ね、ジンバルをカメラに取り付けないといけないんですよ。あでも Wi-Fi で確認すればできるか、あこれ自問自答ですね。もしかしたら Wi-Fi で、事前にね家にいるときに接続してで水平確認をですねやっておけばいいということですか。いやそれでもめんどくさいな。あでも待てよ、ジンバルからもうとにかくジンバルからカメラを取り外さなきゃいいんですよ。でもそれ可能かな、バッテリー交換しなきゃダメない、あバッテリーは充電すればいいじゃん。あ待てよ、できるか、あでもあかんわ、 SD カードを取り外さなければいけない、いやできるか、あーちょっと待てよ、SD カードを取り外して実はいつもねデータを取り出してるんですよ、このデイリーキックトゥーゴーの動画ね。ですけれどもこれね以前にもやったことがあるんですけれども、USB3.1 のケーブルで PC にデータを取り込もうと思ったんですけども、なんかねいろいろ問題があってできなかったんですよ。でどうせ SD カードを取り出してデータ吸い出しはいいやと思って、で別の手段でね解決手段としていつものワークフローでやってる以上ね深追いはしてなかったんですよ。でも GoPro をジンバルに装着したまま USB3.0 だったか1だったかちょっとうろ覚えですけれども、そのケーブルだけでデータが取り出せればですね、毎日毎日ねこの水平問題にビクビクすることはなくなるわけですよ。あもうちょっと粘って GoPro の USB ケーブルでデータを吸い出すというねそのワークフローをちょっと確立しないと、しないとっていうかした方が水平問題がね解決するということになりますね。これ自問自答だ。あでも待てよ、Wi-Fi で確認すればいいのか、いやいやそれはやっぱりめんどくさい、やっぱりガチッとこうカメラを
ジンバルに取り付けた状態で毎日ね、動画をね、撮ればいいわけなんで、ちょっともうちょっと考えてみますわ。何が問題だったんだっけな、 USB での吸い出しができないことについて。 USB 3.0 だか1だかなんで、読み出し速度はね結構出るはずですよね。で、まあ、カードリーダーも、差し直す手間もね省けますし、あ、でもしかも充電もねその場で PC からやっちゃえば、手数がね省略化できる可能性が大ですよね。なるほど、ちょっともうちょっと頑張ってみますわ。 でパッとはいかなかったんですよ。何だったっけな、なんかねあの認証がどうのこうのってね、なんかねオンライン認証がどうのこうのってね、そんなこと言われたような気がするんですよ。まあ、それだけの話だったらね、もうちょっと深追いすればデータ吸い出しができるかもしれないんでね、ていうかできるはずなんですよ。で GoPro のマニュアルも見たんですよ。でも、ああちょっと後回しっていう風にね思ったんですよね。ちょっととりあえずこれは今日帰ってからね、いろいろ試行錯誤して、もしくは生放送で試行錯誤生放送をやるかどうか、いやこれは皆様に迷惑だな、ちょっとそれはねさておきでね、今日なんですけれども、2017年1月じゃないや2月1日なんですけれどもね、もう結構雨降ってきたぞこれ。大丈夫かこれ、ズボンドロドロちゃうやろなこれ。いやー、でこの状態だとちょっとねこれいつもと違わない、装備で出かけてますんで、いやこれ参ったな。あの前にも申しましたけども、雨、冬の雨っていうのが結構キックボードにとってね、大問題なわけですね。あの冬の土砂降りっていうのはほぼないんですけれども、これねあの1年に1回あるかないかという非常に厳しい状況下でのデイリーキックとなっております。夏の雨ぐらいねどうってことないんですけれどもね、これ結構本降りになってきたな。で、ちょっと話を元に戻しますけれども、今日なんですけれどもね、待ちに待った商品がね、到着いたしました。これなんですけれども、ヤマハの、ボケツらしい24じゃなくって、ヤマハの、リフェイス YC というね、新しいキーボードを買いました。新しいと言ってもね新発売ではないです、もう発売されて随分経つ商品なんですけれども、僕はリフェイスという鍵盤楽器を実はもう一台持ってまして、これがですねリフェイス CP というね、ピアノです、エレピです。で今度は電子オルガンです、リフェイス YC、 これは、電子オルガンですね。でこれをもうあの物欲のあの衝動に、物欲のあの衝動じゃないや、物欲にこう負けてしまいましてですね、先月12万のレンズを買ったにもかかわらずですよ、今月4万円の、おもちゃを買うというね、暴挙に出てるわけですね。いやもうこれおもちゃです。でもうこれ前から欲しかった。でね、GH5S の貯金をしていたのをね、もうちょい切り崩してで、買うに至ってしまいましたですね。で今日ね、帰りに、商品を受け取れるね予定となりましたの で買って帰って受け取って帰って、で今日はですねその今開封生ライブをね、まあ、やってみようかなと、まあ、いうふうに思うわけですね。明日が金曜日で、あいつもの定例週末生放送もあるんですけども、もう待ちきれないわけですね。木曜日であるにもかかわらず、しかもあの一眼動画トークでいつもお世話になっているよっちゃんからのねお誘いもいただいたんですけれども、大変申し訳ないんですけれども、急遽ねこの開封生ライブをやろうというふうに思いました。それではあのデイリーキック2号朝の部、後半このあたりで失礼いたします。はいどうもです。そうしましたらデイリーキック2号、おっとっとハンドルがなんか沈んだ、やばいやばい、雨ですよね。夜の部、前半の開始となります。今ね結局ね雨がねずっとこれ降ってたんかな、どうなんでしょうね。
もうね、夜ですよね。でね、雨が降っておりますけれども、こういう時ね、キックボード走る時ね、一つ気をつけなければならないこと、もう一つじゃない、いくらでもあるんですけどもね、一つね、気をつけなければならないことがありますね。今も、その現象が発生いたしました。雨で、ハンドルのね、こうギュッて締め付ける部分がね、滑ってスッとね、ハンドルがね、下に落ちてしまうことがあるんですよ。でね、この頂上は、キックボードにとってはですね、結構あのね、致命的というかね、ここが一番最初にキックボードの寿命を迎える部分であると言っても過言ではない。消耗品以外でね、もちろんタイヤはね、ホイールは消耗品ですね。で、キックボードの場合はね、タイヤとホイールが一体なんで、もう両方とも同時に変えるわけなんですけれどもね、そういう場合でもね、タイヤっていうのかな、ホイールっていうのかな、この場合はホイールですかね。そもそもキックボードには、ホイールがないのかな、まあ、一体だから、まあ、とりあえずホイール、ウィールとも言いますけれどもね。で、それ以外で消耗品あるかな、キックボードで消耗品、なんかあるかもしれないですけれども、あ、デッキテープがありますね。デッキテープっていうのは、キックボードにはデッキっていうのがありまして、それは足を乗せる台ですね。ここにね、滑り止めがね、テープが貼ってあります。これね、消耗品ですね。もう結構持ちますけれどもね、あのね、全面貼り付ける必要がなくて、この滑り止め真ん中にね、こう楕円型でね、貼り付けてあることが多いです。で、他に消耗品があるかというと、まあ、もしか あるかもしれないですけれども、車体本体、本体で一番どこが最初にね、の具合悪くなってくるかっていうと、ここなんですよ。ネックなんですよ。まさにネック、ハンドルがこう折りたたみっていうか、あの伸縮する機構になってるわけですね。で、この伸縮するところに、このね、自転車の、部品がね、結構多数使われてまして、で、全部アルミ製、全部かな、ほぼ全部アルミ製の部材でできてるんですけども、やっぱりアルミ製なんで、こうね、ネックがね、こうすり減ってくるんですね。で、いくらギュッて締め付けても、こうストーンってね、数センチこうハンドルが下がってしまうことがあって、今もね、このデイリーキックトゥーゴー夜の部前半の冒頭でね、おっとって言いましたけどもね、ちょっとそういう現象が発生いたしました。もうむちゃくちゃ強く締めているんだけれども、スッと下がると。で、この解決にはですね、でまず抜本解決の方法が一つありまして、R ピンでもう決して落ちないようにするというね、そういう自作の加工があります。あとは、おっとっと、あとはですね、とここなんですよ、ここ結局はここなんですよね。ここのね、切れ込みがあるんですよ。ここか、この切れ込みを、見たところ大丈夫ですね。あ、ここか、ここの切れ込みが、大丈夫ですね。もう完全にこうくっついてると、スコッとほらなるじゃないですか、これね。この状態は良くない状態なんですよね、これ。もう一回ちょっとギュッて伸ばして、で、ここをもうちょっと締め付けられる余地があった。で、十分にこう伸ばした状態でギューですね。で、ここの時ね、まあ、今手袋してるからいいんですけども、ここね、見てください、ほら、こうね、アルミのね、粉がね、こう付着してね、結構ドロドロなんですよ、これ。このままね、手触ったら、もう手真っ黒です。もう本当これはね、注意しないといけないんですけどもね。もうちょっとしょうがないな、これ。ここでギュッてやるか、ギュッ。もうこれでどうだ？これで、あ、大丈夫ですね。はい。まあ、そういうね、キックボード特有のね、そういうトラブルが、ね、結構あるんですよ、これ。だから、もう、ここね、ほんと注意しておかないと、ストーンってね、こうハンドルが一番下まで落ちたらですね、
もう本当にあの前つんのめりになってね、転倒してしまう原因に、ね、なりかねないと。本当あのお子さんとかね、キックボードを買い与えておられる方もね、おられると思うんですけれども、ここはね、ぜひとも注意していただきたいところであるというふうに思いますね。さて、ちょっと雨も止んできたかな、どうだ、うん、でそんなところでですね、今日はですね、いやもうね、いよいよワクワクドキドキのね、日となっております。これ言うのは初めてかな。今からね、商品到着したものをね、受け取りに行くんですよ。実は物欲をかき抑えられ、かき抑えるじゃない、じゃ物欲を抑えることができない晩はですね、またしても、今月って言ってもまだね、2月になったばっかりですけれども、今月 のお小遣いの、目玉商品を買いましたってまだ1日じゃないか、どういうことやねん。先月レンズ買ったばっかりやないか。カメラ関係では実はないんですけれどもね、まあこれガジェットと言っていいんでしょうかね、どうなんでしょうね。ヤマハの、リフェイス、YC というね、オルガンを購入いたしました。いやあ、これすみません、午前の部でも言ったっけ、朝の部でも言ったな、その話前も聞いたよなっていう、もうまたしてもね、言ったことを忘れているというね、言ったもうボケボケも大ボケ、本当にもうその話前も聞いたよなっていう、もう本当にね、そういうね、ことが多々あろうかと思いますけれども、優しい目で、見届けてやっていただければと思います。で今日でも雨ですよね。雨なのに、オルガンを買いに行くというね、その箱は濡れたらどうすんだ、どうすんですか一体ね。外箱はちゃんと取っとかないとダメですよ。と言いつつね、この前ね、断捨離した時に結構空箱捨てましたね。僕はもう一台ヤマハのね、リフェイスシリーズもう一台持ってます。ピアノですね、エレピですね。でこれ持ってるんですが、この前断捨離した時に外箱捨てちゃいました。後ろからね、ちょっと捨ていたしましたけれどもね、親子の方に、ちょっとびっくりさせてしまいまして、お子様がね、自転車かと思ったってね、おっしゃってましたけれども、自転車じゃないです。お、今日はお風呂屋さんやってますね。この雰囲気いいですよね。ということは、もうちょっと、今日はですね、まっすぐ行ってみようかな。もしかしたら何かこう裏路地のようなところをね、再発見できるかもしれないですからね。あれ、ここは、朝の部で通るところか、どうなんだ。お、こんなところになんか雰囲気のいい、ね、のれん提灯がねありますけれども、あれ、ここどこだったっけ。とりあえずこっちの方行ってみようか。あれ、ちょっととりあえずね、あのこの辺は5番の目になってるんでね、方角さえ間違えなければの目的地にね、たどり着けるわけですけれども、今日の目的地はですね、駅ではなくて、ボボ橋カメラですね。ボボ橋カメラ、よくあの一眼動画トークでお世話になってるね、よっちゃんがね、たまにね、ボボ橋なんかね、ちょっとね、こう鎌かけてと言いますかね、そういうようなこうニュアンスでね、本当は淀、まあいいや、とりあえずね、あんまりあの個人名称だね、固有名称はね、出さない主義でやっておりますけれども、とまあそんなこんなでもうすぐ駅に到着ですね。でどう行こうかな。自転車道をね、なるべく通る必要がありますんでね。おっと、青信号ですね。こういう時にね、斜め横断ね、なるべく やってはダメですよね。ちゃんと信号に従いましょうかね。あれ、なんかジンバルがよ、ちょっと傾いてないかこれ。ずいぶん右の方を向いているようだが、ちょっと胸のところに取り付ける、セッティングにしているんですけども、なんかちょっと傾いてますね。
若干こうまっすぐじゃなくてこの辺右の方をね向いてるかと思います。まあ許容範囲かな、まあ、とりあえずね、続けさせていただきますけれども、ちょっとまあこの辺ね、まだこの辺ね、チェストマウントを調整中ではありますね。おっと自転車道ですけれどもね、歩行者がいるのはこれは致し方ないですよね。そしてこの辺ねあんま映さないとこですけれどもね、もうすぐね目的地近くになりますんで、この辺りでデイリーキックトゥーゴー夜の部前半、一旦停止となります。さてリフェイス YC ヤマハのオルガン、いや楽しみですよこれね。今日家帰って、まあ早速ね開封の儀をね、しようと思ってるわけですね。いやでもその前に使ってみたいですよね。あでもね、なんだ一応ね開封はね開封のためにやってるわけじゃないですけれども、まあでもやっておきたいですよね。ではでは一旦中断。はいどうもです。そうしましたらデイリーキックトゥーゴー夜の部後半再開となるんですけれども、リュックサックにね、キーボードが全然入ってないですねこれ。とりあえずね、先っぽは出てますけれどもね、盛大に、背負ってね帰ります。さて今リュックサックを背負ってで帰るとこなんですけれども、なんかリュックサックの重心がバランス悪いぞ。上の方が頭でっかちだぞ。大丈夫か。まあ多分大丈夫でしょう。でちなみにねこういうねリュックサックの上が飛び出すようなね、そういうような、おっとグルインパイになってしまった、失礼いたしました。ちょっとキックボードをねまず組み立てます。いろいろと厳しい。さて、今ねリュックサックに、飛び出した荷物をね背負ってるとこなんですけども、雨も降ってるやんこれも。まあいっか、どうせね空箱はね僕の場合そんなに重要視してないんですけれども、でもねせっかくね開封レビューやろうと思ったんですけど雨ですか。まあいっか、ヨード橋のね人にねよっぽどね言おうかなと思ったんですけどもね、おっとっと右折でちょっとぐらい一旦停止し、ちょっとぐらいというかここ一旦停止しなあかんやろ。まあそれはさておき、よいしょっと、ではデイリーキックトゥーゴー、前向けないと。ちょっと待ってください、急停止はいかんわ。まあとりあえず、ごめんコウモリ走路、何やかんやいろいろありましたね。まず一つずつリュックサックから飛び出した荷物を、どう固定するか。普通にね考えたらねチャックがねビロンって開いてで中のものがゴロンと落ちて終わりですけれども、こういう時は、まあ臨機応変に対応するわけですけれども、チャックね両開きじゃないですか普通ね、リュックサックね。でその両開きのチャックの金具に、紐かなんかね通してで、梱包物の上あたりでねこうギュッと縛ればまあ大丈夫かなと。で紐なんてねそうそう普段持ち合わせないんで、どうしたかっていうと、今僕着ている防寒着あるじゃないですか。この防寒着の、腰紐、これね、ゴム紐になったんですけども、これを引っこ抜いて、でも腰紐なんかどうせ使わないだろうというふうに思いましたんで、もうそのまま抜いてね、でゴム紐で、上の方までこう紐をねこう通してというかギュッと縛ってで。ずり落ちないようにチャックがねずり落ちないようにしました。もうこれでおそらくね短時間であれば問題なくいけるかなと。あそれから雨ですけれども、まあ、なんとかね、小雨になってくれてますんでこのぐらいやったらね、短時間であればねそのままいけるのではないかというふうに思います。あとそれから何でしたっけ、もう一個なんか言おうとしてたんですけど忘れました。さてもうあとちょっとで、家に作るところではあるんですけれども、とにかくリフェイス YC コンボオルガンといいますか、コンボオルガンじゃないですね、これはもう正真正銘のオルガンですね。おっと後ろから救急車が迫ってきてるではないか。
反対側車線じゃなくて、左手のね車線なので特に問題はなかろうかというふうに思います。しかし大きな音だな。このぐらいの大きな音になると僕の声にねおそらく、かぶって救急車の音が入ってるんではないかと思うんですけれども、いかがでしょうかね。さて、あとまあマイクがねモノラルなんで左の方と言いましても左の方から音が聞こえるわけではない。これねずっとねどうしようかなと思ったことなんですけどもね、やっぱりステレオマイクを使うのがね、ちょっとためらうところがあるんですよね、このシリーズ。というのもですね、このマイクがもしステレオだった場合、これ短期者さんからのね、意見をもとに考えたんですけれども、マイクを近くでこの動画のシリーズは喋る必要がどうしてもあるんですよ。でないと他の音がいろいろ入ってしまう、トークのコンテンツがに影響を及ぼしてしまうということはですね、口とマイクの距離が、近い場所でステレオで録音するとどういうことになるか、結構ね音がねブラ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 こう左右で、像が動いてね、であんまりよろしくないのではないかなというふうに思いますね。試してみたことはないですけれどもね。いやでも試さないで、ダメであると決めつけるのはねバン TV のモットーに反しますよね。でもステレオのねピンマイクを持ってないんですよね。あそうか、そもそもステレオのピンマイクってあんまりないな。ピンマイクって大概モノラルなのかな、どうなんやろう。その辺全然ねよくわからないですけれども、さて、とはいえですね、もう今日はもうウキウキルンルンハッピーですよ。リフェイス YC オルガン入手いたしました、イエーイ。というわけで、もう早々にね家に帰って、動かしてみたいという気持ちが山々です。そうしましたらデイリーキックトゥーゴー、おっとっと青信号になってからだ。デイリーキックトゥーゴー夜の部後半この辺りで、失礼いたします。雨の中から失礼いたしました。ではでは。